久保さん。いや、レベゼン地球さんの動画二つ見たんですけど、やっぱやばいっすね。<laughs> やっぱキレキレだな。まあ、最後のね、二本目の動画、直近の動画で、こんなこと言ってたんですけど、あのー、まあね、俺が世界史になるっていうことに対してコメントで批判があるけれども、逆、ま、あ普通に考えたらね、世界史なんか無理だろうと。まあ、確かにそう。そりゃそ,そう。だけど、 じゃあ自分の子供がね宇宙飛行士になりたいって言った時に無理だいそんなの無理無理っていうことは正義なのかといやこの切り口ねすげえなと思いましたねうまいなと思ったんですけどうんた確かに一般論でね、えー、言ったらまあ無理じゃないですか多分本当に宇宙飛行士になれる確率なんて言ったらもう 極限に狭いんですよね。東大に受かるよ多分、すげえ、難しいと思うんですよ。でも我が子がね、じゃあね、ヤマトくんがね、ヤマト、僕は将来ヤマトの戦艦みたいな宇宙船作るんだ。いやいや、そんなんのもね、それはアニメの世界だから無理だよ。って言うのか、ええやんか、つって、頑張れよって言うのか、どっちの方がいいのかっていうと、僕は後者の方がいいと思いますよね。だからこのね、ぶつけ方めちゃくちゃうまいなと思いましたね。 やっぱと、すごいなっていう、人を巻き込むこのトーク、確かになっていう、まあ、その考えさせるというか、うん。だから、まあ、まあ何が言いたいのかっていうと、まあ僕も当時、そのパソコン1台でね、自由な生活ができるって憧れて、できるのかなと思ったりとか、やっぱ一部の人なのかな、まあ、まあ一番最初は一部の人だと思ってましたね。そもそもパソコン使えなかったし、ね <laughs>。 <laughs> でもパソコンでね、ブラインドタッチしてる人かっけえなと思ってたんですよ。ねなんかすげえな、みたいな。パソコンできるってかっけえな、みたいな。で、パソコン一台で自由な暮らし一部の人だろうな、みたいな。だけど、まあ、あれから15年ぐらいですか経ちまして、今、その生活できるようになって思うことが、できないことはないと。で、百歩譲って、僕は久保さんの一番初期も見てるので、ね、マージャン店でね、 パソコンのスキルもないですよ。ね。パソコン、こ、これですよ。ね。そんなおっさんがね <laughs>、言葉汚いですけど、そんなおっさんでもやっぱ叶えてるわけですよ。<laughs> 自由な生活をね。だから結局、どう考えるかじゃないですかね。一般論で考えたら、一般論の生活で終わるんじゃないですか。 非常識な考え方がないと、非常識な生活は僕はできないと思いますけどね。だってそうじゃないですか。終わりですよね。無理だ。終了じゃないですか。宇宙飛行士なんてなれない。はい、終了ですよね。でもうその可能性ゼロじゃないですか。それを言ってしまったらね。うん。だから、まあ、あのー、まあ、非常識な考え方が正解なんじゃないですかね。 まあ、非常識に行きたいんだったら、非常識な考え方が正解なんじゃないですかね。正解があるとするならば。一般論で考えたら、みんな無理ですよ。一部の人。ネットビジネス始めても、いや、それ一部の人だよと。今から YouTube 始めてもい一部の人だよと。まあ、それが一般の考えで正論ですよ。じゃあ、その正論を言って、あなたの人生は変わるのかと。もう一度言いますね。その正論を、ね、縦に言ったところで、あなたの人生は何が変わるんですかと。希望はあるんですか、そこに。 ないですよだから希望がない生活をしたいんだったらそれでいいじゃないですか。でも希望がある生活を送りたいんだったらあのやっぱりそれはあ自分が掲げた夢目標を成し遂げるというかね絶対こうなりたいんだっていう気持ちはね持ち続けるべきだしまああとはまあやるべきことやるっていうただそれだけなんですけど。 まあ僕、時間かかりましたよね。15年は長かったっすよ。うーん。あの、セールスレターを見てから15年ですよ。<laughs> 長かった。うんだけど、長いけども、まあ、普通に働いたらね、15年と言わず、20年、30年、40年働くわけじゃないですか。定年退職になっても金ねえみたいな話で。う だ何のどういう人生が正しいかは分からないですけど少なくても先ほど言った通り非常,識非常識のような生活を送りたいんだったら非常識な考え方が正解じゃないかなとその考え方がないんであるならば思考を停止するし行動止まるし思考も止まる行動も止まるじゃないですか宇宙飛行士にはなれない,、うん、れないじゃあ宇宙飛行士になるための方法も探さないだろうし宇宙飛行士になるための行動もしないだろうし宇宙飛行士になるための勉強もしないでしょ。 無理なんだから。うん。だから可能性ゼロですよ。うん、でも僕は、その、うん、一つだけ確信してたのがあって、これからはネットだと。自分は慣れるかどうか分かんないでしょパソコン1台で自由な生活ができるかどうか自分は分からないけど、世の中の流れで、これからは絶対ネットが流行ると。そこは確信してましたね。時代の流れで。 今、公衆電話がね、これからブレイクするっていうのを確信できますか今から公衆電話がね、100万個、200万個、300万個、新規で立つっていうのは確信できますか僕は確信できないですね。もはや公衆電話は、この世から緑の電話は一切なくなると。それは確信できます。あと10年後、20年後、30年後、緑の電話。i モードもね、 多分アイモードもなくなったんじゃないかなアイモードもなくなったんですよアイモードアイモードがね終了したんじゃないですかねアイモードあ2019年9月30日で終了ですねあの時代を作ったアイモードですよねあれが2019年9月30日で終了と <laughs> まあ本当時代の時代の転換期だなと思いますけどねでもネットはなくなってないですよ うん、今後 5G、6G、7G、8G、分かんないですけど、どんどん多分ネットは僕は進むと思いますし、これはあなたは確信しますか、確信できないですか、うん。これから電子マネーが倍速に上がっていくっていうのは確信できますか、確信できないですか。キャッシュレスが進む、確信できますか、確信できませんか。うん だから自分は分からないけど時代の流れはそうなるっていうのが自分の中でまあ自分の中でですよそう思えるか思えないかっていうのは結構大事かなと思いますねみんな自信もないし不安だしだけどうーん揺るぎない事実はあると思いますねうんそれは歴史を見れば分かると思うんですけどねまあ僕は歴史の勉強嫌いだったんで まあ、全般勉強は嫌いでしたけど、うん、世の中の流れっていうのは止められないですよ、うん、今後どんどんその、うん、AI のロボットもどんどん入ってくるし、うん、だから食もね本当になくなりますよだから今までは食を探す っていうフレーズですよ。もはや。と僕は思いますけどね。あなたはどう思いますこれからも就職活動して求人票を見る人生を送りますかそれとも自分で会社を立てて、自分で事業を立つ、自分でビジネスをしていく。でもそのビジネスもスモールでいいんですよ。ね。僕今ウェブカメラで撮ってますけど、ね。別に本当にカメラ,カメラに向かって喋ってればもう事業なんですよ。<laughs> <laughs> これで授業ですよもう、もはや。YouTube 授業みたいな、動画授業みたいな話で。もうその事業するに関しても、ランニングコストほぼゼロ。うん。まあこれ、まあ、これだけでもできますからね。もう。はい、ということで、いってらっしゃい。